石垣、英語、ストーンフェンス、ストーンウォールは、石を組み上げて作られた壁、もしくは、柵のこと。石積み、石類も、同様に用いられる。石垣は古来あらゆる文明で見ることができる。その手法も、自然の石をそのまま積み上げるものや、割った石や切った石を美しく組み上げて、見栄えを良くしたもの、様々な種類の石を組み合わせて力を分散させ、排水を良くして、堅固にしたものなどがある。石垣が築かれる目的は、土地の境界線、国境、防御施設、土地の補強などである。また城塞、城の建物自体の基礎として、石垣が用いられることも多かった。欧米ではさらに城下に作られた民家の壁も、石を積み上げ漆喰などを塗って作ることがあり、町の名もストンブルと呼ぶ例がある。あるいは、特定の建物をそう呼んだり、例えば、ストンインといった例も見られる。スコットランドなどでは、羊の牧草地を石の柵で囲み、あるいは、アラン島では、風の強い土地の耕作地を、わずかな土が風で飛ばないように石の柵で囲むといった例もある。日本などにある棚田のあぜは石垣によって崩れないように補強されている。珍しい例では陸系島の水軍城である甘崎城があり、満潮時には見えないが、潮が引くと石垣が見える仕組みで、つまり潮で陸路ができた時のみ、防御の役割を担う石垣になっており、海中縄張り、海に没した石垣という珍しい光景から、元禄4年、1691年にこの沖を航行したドイツ人イシュケンペルが帰国後、日本史において水中よりそびゆる掘る槍と記述を残している。琉球諸島など日本の南方の島々の伝統的な村落では、屋根の上に石を積み、家屋の周りに石垣を積むことで台風などの強風を防いでいる。例えば、石垣島や竹富島など、八重山諸島には、琉球石灰岩の石垣に囲まれた家々が立ち並ぶ景観が残っている。また、首里城や中城城などのグスクでも、石灰岩を切り石にして、構造物のように積み上げた石垣を見ることができる。古来、西洋では石造りの家が多かった。西洋での定住の文化が、ユーラシア大陸中西部以西の樹木に乏しい地帯や、樹木の入手困難な地域から発達したためである。そのため、以後、西洋では必ずしも樹木の乏しくない地域でも石造りの建築が主に用いられるようになった。石で家を作るには竹を高く積む必要があり、絶対に崩れてはならず、隙間もないような石積みが必要であった。したがって、基礎を確定し、同時に上層の石が動かないように、できる限り、大石を用いて石積みを行う必要があった。西洋の石垣は、奥壁を築くための家屋建築の石積みに倣った技術である。ヨーロッパの石垣は、石の間にモルタル、または漆喰を塗って固めるのが一般的である。それらを使わずに、石だけで積んだマチュピチュ遺跡や日本のような石垣を、英語ではドライストームウォール、または単にと呼ぶことがある。日本では木材の入手が比較的容易であったため家屋は木造が主であった。しかし、日本には傾斜地が多いという地理的な特性があり、このような土地を農地や屋敷に用いるには基礎として石垣を無必要があった。日本の石垣はもっぱら石垣自体を築造するために発達してきたものであり、西洋の石垣とはその沿革が異なる。日本では古墳時代に古墳の墳丘表面を石で拭かれるようになるとともに、石室の壁面は石垣を積み上げ蓋石を乗せる構造が見られるようになる。同様の技術が豪族の館でも見られ、堀と土塁で防御された豪族居館の土塁表面は石拭きとなっている。飛鳥時代になると、日本初期に斉明天皇2年、656年、宮の東の山に石を重ねて、垣となすとの記述があり、実際に、斉明天皇の二つ奇遇ではないかとされる、坂船石遺跡で大規模な石垣遺構が見かっている。663年に、白鋤の絵で、百済、日本連合軍が敗北した後、唐や新羅の日本列島侵攻に備えて亡命した百済人を用い、北九州から瀬戸内海沿岸各地、畿内に古代山城が築かれた。これらは半築土塁の他に部分的に石垣が用いられている。史実には確認されていないが、同様の古代の構築物であると考えられている。甲午石も7世紀前後、またはそれ以降の石垣以降であるとされる。その後、中世に至るまで大規模な石垣の技術は忘れ去られていた。1274年の元寇の際、1276年までに博多湾沿岸に石築地、元寇防塁と呼ばれる長大な石垣の防塁が構築された。ただし、石築地は築地塀というだけに石積みの塀という概念で枯れているため、石類であるとも言われている。しかし、その後は再び大規模な石垣は用いられなくなる。中世の城郭においては2メートルほどの小規模なものが見られ、近世の白石垣のように防御を目的としたものではなく、主に郭和敷地が崩れるのを防ぐために用いられたと考えられている。中世の石垣技術は寺院の基壇、銅塔が建てられる台などで用いられ、その技術が近世以降の城郭の石垣に採用された。16世紀半ばには観音寺城、滋賀県で近世の白石垣の先駆とも言われるものが築かれていたと資料上で確認されている。この時に石垣を手掛けた技術者集団が安納衆である。安納衆は織田信長に雇用されて安土城の石垣を積んだとされている。その後、西日本を中心に城郭建築に石垣を用いる事例は増えていった。江戸幕府が再建した大阪城の石垣は日本最大である。一方、東日本では概して石垣を持つ城は少なく、特に関東地方では小田原城や甲府城、江戸城を除くとほとんど石垣は見られない。これは石垣の材料となる花崗岩の産地が限られていたためで、逆に花崗岩を容易に採取できる瀬戸内海沿岸には石垣を持つ城郭建築が多く残っている。江戸時代初期の石垣では、江戸城、二条城、金沢城など石垣表面にのみで履いて凸凹をつけたり、筋を掘るなどして化粧、装飾をした石垣が見られるところもある。近世城郭の石垣には、切り込み萩、打ち込み萩、信積の三通りがある。萩は、節とも書き、石と石を接合させる方法という意味である。石垣が庭の仕切りになっている場合、庭の一部として活用される。乾燥するので、日本では松葉菊や万年草などを植える例が多い。山間部の湿気の多いところでは、岩ヒバなどを育てる例もある。史跡指定されていない城跡は、もとより史跡として保存対象とされている城郭の石垣であっても、内側からの圧力により石垣が外側に膨らむ、はらみが問題となっている。妊婦の腹部のように膨らむことから、はらみと言われている。記述例として、下総国古賀城石垣修復絵図正徳3年、1713年8月、中根家所蔵には、本田忠義が幕府宛てに、御成門の石垣のはらみを修理したいといった内容の記述が確認できる。原因としては、経年の荷重による変形や崩れ、石垣の近くに植えられた樹木の根が押し出していること、石垣を補強するため隙間に詰められたモルタルなどが、雨水の排水を妨げていることなどが考えられる。高松城では2003年に、台風の影響により、仙台城や白川小峰城では2011年に、東日本大震災の影響により石垣が崩落しているが、崩壊を誘発した原因の一つとして、はらみが指摘された。なお、仙台城でははらみによる歪みや水分によって発生した苔が目に余る状態であったため、宮城県沖地震への備えとして、1980年代から本丸の防衛を担う最も大規模な大手門側など主要な部分にいて大修復を行った。基礎からすべて解体。石を一つ一つナンバリングするなど管理を徹底し、調査後に積み直し、合わせて各種排水、計測計器も設置して備えていた。結果として、震災で崩れたのは、石灯籠や本丸浦川の未修復の小規模な部分のみであり、修復した石垣はほとんど被害を受けなかった。本丸石垣の真下には、県道が走っており、当時混乱による渋滞で車両がすし詰め状態であったが、本震で車両1台分ほど崩れた前述の裏側以外は盤石のままで、倒壊による事故は防がれている。近年の大規模な修復には、弘前城で天守を栄化して、天守下の石垣を修復する工事がある。石垣のハラミは、全国各地の城郭で見られている現象だが、城郭の石垣については、対策の指針や研究資料が少なく、また、市民に親しまれている史跡公園の木々を安易に伐採することも困難で、ある子から文化財を管理する国、自治体を悩ませている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。